ます。おはよう。おはようございます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 。おはよう。おはようございます。ハイパーテクノロジーの急速な発展とともに、あらゆる分野に進出した汎用人間型作業機械レイバー。しかしそれはレイバー犯罪と呼ばれる新たな社会的脅威をも生み出すことになった。警視庁は本庁警備部内に特化車両2課を創設して、これに対抗した。通称特車2課パトロールレイバー中隊、パトレイバーの誕生である。てなことで、今を去ること十数年前、1998年に創設された特車2課だったが、その栄光は短く、苦難の道は長かった。元来が特車2課はレイバー運用のノウハウを蓄積するために創設された実験部隊であり、陸自の機構レイバー代替構想を横目に見つつ、とりあえず唾をつけておこうという官僚らしい発想から出発した部隊だったから、出世の王道たる警備部内にあって優位な人材がこれに当てられるはずもなかった。気が強すぎて島流しにされたキャリアの女隊長と、頭は切れるがやる気があるのかないのかさっぱりわからない水虫の隊長、そしてこの隊長が選抜した隊員たちが問題だった。ソフトウェアに無知なロボットフェチの少女泉ノア、脳ガキが多い割に一人じゃ何もできない若者篠原アスマ、トリガーハッピーの粗暴な警察官大谷沙央、コンピューターには強いが度胸のかけらもないサラリーマン紳士三木安、操縦者志望ながら巨体ゆえにレイバーに搭乗できない悲劇の巨人山崎博美、そして足りない女っ気を補うかのようにアメリカから人材交流でやってきた帰国子女カヌカ・クランシー。特車2課という組織のその後の運命を決定づけたその6人の隊員たちも数年を経ずして部隊を去り、2課は第二世代の隊員たちを迎えたが、これはまたしかしつまんない奴らだったな。もう名前も忘れちまった。篠原アスマは父親の会社篠原重工のレーバー開発主任に収まり、その開発部専属のテストパイロットになった泉ノアとは公私にわたるパートナーとなった。悲劇の巨人は帰郷して家業を継ぎ、水虫の隊長は例の暴力警官やサラリーマンと小さな警備会社を設立。だが放慢経営と無茶な業務内容がたたって1年を待たずしてあえなく倒産。紳士三木安は友人とソフトウェア会社を設立して成功したが、大谷沙央は暴力事件を起こして収監中。例の気の強い女隊長は噂では難民高等弁務官事務所のスタッフとして中東の難民キャンプで働いているらしい。水虫の隊長は用として行方が知れない。で
今の特殊二課はといえば、バブル崩壊後の長期的不況か、警視庁レーバー代替構想も一場の夢と消えた。第一小隊は解体され、レーバー運用経験の継続という名分のもと、かろうじて存続を許された第二小隊も、その装備はといえば改造を重ねて、もはやメーカーサポートも怪しくなった出戻りの98式 AV が2機のみ。そして3代目の隊員たちはといえば、落日の特殊にか、警視庁の盲腸集団、栄光の日々、今いずこにありや。好きだね、相変わらず。うん、毎日眺めてるのはいいけど、その正義の味方みたいなポーズやめた方がいいぜ。レーバーはジャイアントロボでもマジンガーでもないし、お嬢ちゃんも少年ジェットじゃないんだから。でも正義の味方でしょ、私たち。うん、正義の味方は特殊二課の良き伝統だったけどね。だった。正義なんてもんは今は15歳以下の専売特許なんだ。まあそれはそれとして。なんだ。私の1号機また少し変わってません？頭のあたりがなんかこう、音響センサーと MA アンテナのレイアウトをいじったんだ。干渉してるんじゃないかって言ってたろ。そうそう、頭部を動かした時に角度によってヘッドセットにノイズが。直してくれたんだ。苦労するよ、本当。部品はおろか、サポートも怪しい機体だからな。で、今は動きます？動くよ、5分以内ならな。かつては警視庁切手の金子虫とか盲腸とか言われてたけど、今じゃただのお飾り、神社の狛犬みてえなもんだ。立つことぐらいしか動かす必要もないだろう。外国要人の来日時に警備出動して貼ったり聞かせるくらいしか仕事ないし。そもそも戦場の上空を無人機が精密誘導ミサイルを抱えて飛び回ってるご時世に、二足歩行ロボット、それも人間を登場させて運用しようなんて発想が二回りも時代遅れなんだ。二足歩行ロボットなんて今時日本以外に世界のどこを探したってお目にかかれやしねえ。その日本の中を眺めたって一部の工事現場を除けば、メンテの手間ばっかりかかるレーバーなんてとっくにお払い箱になっちまったし、ライバルだった陸自のレーバー部隊も解体されちまった。整列しました。巨大ロボを操縦して警告を書き、というより搭載砲で戦闘するなんて、所詮はアニメの中にだけ存在したヨタ話に過ぎないんだ。二足歩行なんてファンタジーに入れ込んじまったおかげで、日本のロボット技術はいつの間にか後発の国々の後陣を反するようになっちまった。二足歩行ロボットという存在自体が純粋な工学技術の成果というより、ある種の願望やフィティッシュの産物だったんだ。要するに。でも自分は嫌いじゃないですけど。俺だってそうだよ。班長軍人、一応警察。いいか、てめえらに休息という二文字はねえ。直ちに作業を開始する。あのポンコツの二号機を今日中に稼働状態に持ち込め。はい。特殊二課整備中隊、
対合戦勝。アイス・トゥ・ピース、アイス・トゥ・ピース、アイス・トゥ・ピース、アイス・トゥ・ピース。さあ行こう、たたえよう、準備完了、急げ。エリコは我が腕に時は移り、人もまた変わる。祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。か。個性的な初代に凡庸な二代目。そして三代目は無能と相場は決まっちゃいるが。変わらないのはこの俺と特車二課のパトロールレイバー98式 AV だけだ。いや、改造を重ねてこいつも随分と変わっちまったが。もう一度見せてもらおうか、特車二課の良き伝統ってやつを。